はい、どうもこんにちは。今回はライトハウスの中にあるクレート宝箱の開け方紹介していこうと思います。で、そもそもクレートあったのって人のために説明すると、ここですね、あります。ただシールドがあって取れないんで、これを解除する方法ですね、この紹介になります。で、まず解除する方法としてギミックを何個か解除していかなきゃいけないんですけど、まずこういったクレートのマーク、これが何箇所かにあるので、これを順番に解放していきます。で、順番が合わなかったら、解除できないで、こういう風に名前の表示がないんで、まあなかったら順番間違ってるんだなと思って、もう一回やり直してください。で、まずは感情的な方を調べる、これですね。これが終わったら左奥のここですね、ここ今ちょうどカーソル行ってるところ、ここで、ここを解除します。で、次に反対側、こちらへ来い、ウォーロック。話し合うことがたくさん、これですね、入り口入ってすぐ右のところ、ここの、場所を解放します。で、その次、ちょっと分かりづらいんですけど、修道士たちがいるところのここですね、これを解除します。したら今度はまた今度反対側で、炉があるところの右上、これですね、これを解除します。すると最後に、今表示はされてないんですけど、ここに白い柱が出来上がります。で、これを解除したら、シールドが剥がれるので、証明するので、宝箱が取れるようになります。それではやっていきます。こちらへ来い、ウォーロック。まあ、最初一つ目、感情的な本を調べる、もう剣出しとくか。で、2回目、2回目、で、3回目が入り口入ってすぐ右の場所、で、今度は、本を読むテーブルかな、テーブルっていうのかな、ここですね、の解除で、今度は炉の右上、ここですね。したら最後に、解読用の合流点、これです、を解除します。するとファイアウォールを解読した出るので、これが取れるようになります。内容としてはレジェンダリーのエングラムだったりとか、印ですね、がもらえるだけなのかな。もう運が良かったらエキゾ出るかもしれないですね。はい、そんな感じです。よかったら試してみてください。はい、ということで一つ紹介終わりました。で、もう一つなんですけど、これおまけ程度、バンスがいる、場所の反対側、ここですね、どこにあるんだっていう人もしかしたらいるかもしれないんで、ここも紹介していこうと思います。で、ここは、ここら辺付近探しても見つからないと思うんですよね、外探しても。で、どこにあるかっていうと上ですね、上にあります。で、上に行く方法は、まあ、おすすめは剣持ちながら移動するのがいいんですけど、まあ、これじゃないですね、これは普通の宝箱、これじゃなくて、まあ、こっから俊敏性上げた方が取りやすいと思います。登って、で、さらに登って、で、ここをちょっとした段差があるんですけど、その前にここか、ここ登ります。そしたらここちょっとしたところ登って、で、ここもまた段差あるんで、見えない、ちょっと見えづらいですけど段差があります。ここも登って、で、最後に、ここが邪魔なんですけど、ここを大回りで登って、ここにあります、これですね、ここにクレートあります。開けてきます。こんな感じ、はい、という感じで、紹介以上になります。ご視聴ありがとうございました。失礼します。